どうして海じゃ汚れてる。ちょっと待って、あの背景放射線はもうすでに日本国全員が皆さんも含めて過去のがで、その数値がまずあって、そしてそれが今出てきた。で、あのただしですね、あの吐いた針にもですね血液循環してますから全くゼロではないんですよ。熱気が一番最初は乳歯ができて最中の時に一番そのまま取り込まれる率が高いっていうことで、妊娠されてる時に被爆された人が今これからしていくと思ってるんですけども、その前の段階っていうのも非常に大事な数値であって比較検討しなきゃいけないんで、ただし日本の場合はそれぐらいのレベルがすでにありますよっていうことが一つ言えるっていうことですね。基本的に言って乳歯に入るっていうのはあのエナメル質に入るんですよね。それで、あの胎児の時に入るっていうんじゃないですか。その時が一番たくさん入りますけども、乳歯っていうのはできたら初めから全部完成してるわけじゃないんですよ。で、カルシウム分っていうのはエナメル質だけじゃなくて、あの骨全体にもありますから、根っこの方のところにも あるものありますから、だからそういう意味ではですね、あの生まれてからも食べ物によって差が出てくる。だから先ほど のお子さんのですね、母乳で育ったお子さんと、そしてミルクで育ったお子さんの差が出たっていうのはみんな生まれてからの差ですから、ですから、だからそういう差はあるんです。わかります。ですけども一番正確に現れるのはあの乳歯でができつつある体制2ヶ月とか3ヶ月の胎児の時ね、が一番そのまま一番取り込む、お母さんが被爆したのがそのまま取り込まれやすいっていうことですよね。はい、わかりました。今行きます。ちょっと追加というか発言させていただきます。今の答えていただく。大河原さん、見えましたので、ちょっとご挨拶を簡単にさせていただきたいと思います。ちょっと電気つけてもらっていいですか。立憲民主党の衆議院議員の大河原雅子でございます。別の間でですね、今日の東海大に原発の、ことを原発ゼロの会、それが、原電とか東京電力に、詰めをしているものですから、ちょっと試算いたしました。私自身もですね、この地球に生まれ落ちて、私たちが未来に向かってこの地球を引き継いでいくために必要な生存条件、食べ物、水、空気、土、こういったものを絶対汚さない、そういう思いで、農薬の問題とか取り組んでまいりました。で、最悪の、放射能事故を起こしてですね、私たちは次の世代に、取り返しのつかない、ことをしたというふうに思っています。国会の中の議員の活動の中で言えば、農薬の問題などは食の安全を、求める、議員連盟というのを近々また新たに立ち上げますが、先日、EU 議会の議員と議員に習ってですね、それに参加する議員が、自分の髪の毛6グラムを、フランスの、研究機関に、検査機関に送って、自分たちの体の中にどんな、農薬があるのか、残留しているのか、20項目調べることになっております。1件、1人6万円、費用を出そうということですけれども、今日皆さんたちが、ストロンチウム90、これを、乳歯を保存してですね、被爆をしっかりと記録していくということで、ちょっとお見かけしたところ、多分お孫さんたちとかですね、そういう感じかなと思いますけれども、これは人類史に残る、そういう調査計画だと思っています。本来のところはもっと大きな
企画をしなきゃいけないと思いますが、今日ここに来れなかった方たちに、それから今日の私もお話を聞き損なってしまいましたが、後ほど動画で見せていただこうと思いますけれども、このお話をやはり一人でも多くの、若い、世代に伝えていただきたい。乳歯を保存するというのは、私たちではできないことなので、ぜひ、子供を持つ若いお父さんお母さんたちにしっかりとですね、このことを伝え切って、記録を残し、そして二度と、ような事故が起こらないような社会にしていく、一緒に手をつながせていただこうと思っております。ちなみに立憲民主党は原発ゼロ社会を実現をする、再生可能エネルギーで経済が成り立ちます、その社会変革を目指して立ち上げられました党なので、ぜひ、このことも覚えて、折から統一地方選挙、それから今年は参議院の大きな選挙がやってまいりますので、そうしたところでも皆様の活動が有効に生かせるような、そういう政治を皆様と一緒に作りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではすいません、続きですので、すいません、今の議員 のご挨拶に関連して一言、どうもありがとうございました。髪の毛の話が出ましたが、マルクスさんの ところでも後で IWJ が全部録画して録音しておりますので、それを見ていただければありがたいと思うんですけども、髪の毛については、今日はあんまり詳しい話マルクさんされませんでしたけども、100グラムの髪の毛をがあれば、その人のその一人一人の子供あるいは大人の人の、体内にどれだけのセシウム137あるいはストロンチウム90があるかということが分かるということで、髪の毛の調査もすでにやっていただいております。で、南相馬の床屋さんが取っておいた髪の毛、これはいろんな人のやつが混じってますから一人一人の分ではないんですが、南相馬の床屋さんに頼まれて私たちがバーゼルまで持って行ってですね、お願いをしたもののデータがございます。で、髪の毛はこれも乳歯と同じように改めてその切って取って痛いとか困るとかってことじゃなくてですね、髪の毛をもし長く伸ばしてる方がいらっしゃったら特に頼んでですね、取っといていただくといいというふうに思います。それでそのデータについては結果どうだったかはマルクさんに改めて語っていただくのもちょっと申し訳ないので、ですが時を隔てて、検査した結果はこのお手元のスライドの何ページかにあると思います。何ページでしたっけ？34ですね。ナンバー34に髪の毛の測定結果が出ております。これもストロンチウム90についてはまだこれからっていう課題になっておりますが、ストロンチウム90についても測る意味があるということは岐阜の議論の中で、この岐阜で議論したときにすでにこれはマルクスさんからお答えを得ております。で、今日はそこのところの議論が不十分だったと思いますので、改めてなんかマルクスさんの方からこれ説明いただければと思います。議員さんがもう帰っちゃったんで、ダメですけど。はい、質問がまだ続きでございましたが、はい、もう一つ。さっきリミットのところだったんですけれども、スイスはどうしてこんなに同じ30ページの、そうなんでこんなに高いんですか、非正規が。So why? So this is very low. So her question is,
So her question is why Switzerland they made this limit limitation very high.政治的な判断によってこういうふうに設定ですね。多分EUの基準とかって比較したらどうですか。ちょっとこれは高すぎるんじゃないかな。多分EUの基準であと1万2500とか6万2500っていうのは例えば煮出したお茶だったら煮出したものの濃度を基準にするからこういうふうになってね。 乾燥中もお茶は乾燥重量ですよね。乾燥したものを最初に考えてるんですか。EUの基本は1250です。ちょっとオンリーフォーエマージェンシーケース。最悪の事態が起きた時のためのリンクだったり。緊急時ですね。そういうことですね。 次の質問ですね。はい、お願いします。ちょっと3点ほどあるんですけども、一つは先ほどの41番のスライドですね。41番ですね。コンクルージョンが。41番。コンクルージョン。スライド番号の41。スライド番号の41。 これで、その表の一番下に、キャンサーリスク、今。さっきので大丈夫。これか。いやいや、ちょっと待って。あ、行き過ぎた。あ、そう、もう一つ前。もう一つ前。この表の一番下に、キャンサーリスクって書いてありますよね。はい。これは、絶対リスクなんですか、それとも過剰相対リスクなんですか。 それによって全然意味合いは変わってくるか。はい、クレイカーフォームです。ムービングコミュニティオフグレーデーションです。They are modeled for inner gradation. Internal gradation. So how is it characterized as an absolute or significant? 相対的。相対的。英語で。それからと11番のスライドなんですけど。ジャンサー。11番。はい、11番。紙の11じゃないんでね。あのスライドナンバーね。ああ。紙に書いて。ああ、いいです。これでいいと思う。それの次だ。次の。これですか。あ、これですね。はい。で、これはと、あ、そもそもここにあるCHE ミンバリューってのはこれは何なんですか。チェルノブイリですね。これCHだ。チェルノブイリです。チェルノブイリの時のミンバリューじゃない。違う。CHの方。スイスですか。あ、そうですね。スイスですか。あ、そうですね。失礼しました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 。失礼し
したところを引き伸ばしてそのチームだけを示したのが ACH。 この後は1995年以降の値っていうのが、ある測定値はある。Are there any information about from 1995? There was no information like on 2000. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah.歯がなくなってますね。あ、それからあの文献なんかだ
と2002年ぐらいまでは公表されてます。どうして、はい、どうしてあそこはデカになるか、どこにあります聞けばいいの、はい、すいません、スイスが、まあ、世界で唯一かどうか分かりませんけど、本当に数少ない今でもそういう注文を図っている国だと承知にしておいてください。私がいろいろ調べたところで唯一です。いや、うん、どいつもやってません。一番最初にいただいた質問についてなんですけれども、ちょっと私の理解では ECRR の、基準に基づいて、推定された値なので、その一般的な絶対的なんたらとか相対的なんたらとかそういうのには当てはめるのがちょっと難しいのかもしれないです。先生もちょっとそういうことをおっしゃらなかったので、ECRR でやったっていうことしかおっしゃらなかった。大丈夫ですか、はい、では続いて次のご質問、はい、じゃあ、はい、その次、はい、よろしいですか、はい、入試というか歯を前処理するのに必要なですね、時間かなり大変なようなことをお聞きしてますが、どれぐらい時間がかかるのかっていうのと、それからちょっとここで聞かせて So how long does it take to, for preconditioning to measure the strontium in baby teeth? Preparation of the teeth? Yeah. 2 days. 2日間かかるんです。はい。それで、処理して、測定するじゃないですか。測定にはどれぐらい時間かかる。So how long does it take for the measure?そうすると1本あたりかかるコストですね、はい、はどれくらいになりますか。コストっていうのはお金です。お金How much? ですね、人件費を除ければまあどうでしょうね、数千円ぐらい。え？そして2万円。はい、そんなことない。ガブリストの中に2万円って言いました。2万円。それは人件費を入れる。原価償却入ってない。そう。だから装置の見直し、装置の見直しにするというのが、装置の維持費もあるんです。2000万以上かけてる。それが放射線測定用の4200の維持費もあれば、その前処理のさまざまな装置の維持費もある。人件費の中で。でも今マルクスが。マルクスが後で。で今ね、いくらをどうやって試算するかっていうのは、今は定年で辞めたおじさんたちが言ったところは立派な物理学者であったり化学者であったり、そういう人が測ってるんですけれども、今は全く電車代もいただかない、あるいはその毎日働いてる賃金ももらわない、やってるんですが、それではやっぱり5年間10年間続かないだろうということで、やっぱり人件費を払わないといけない。私は一応共同代表でもありますが、入試保存ネット、それから母の代表取締役としては、やっぱりきちんとした賃金を払わないといけない。そうすることに、例えば若い人が私は人は頼みでやると言ったときに、じゃあ月にいくら払うんですよ、年間でいくらになるんですよ、そういうのを全部試算に入れられないということになるとですね、そうすると、例えば母は歯は無料でやると子供からお金をいただかないとしても、じゃあ 牛乳を測る、あるいはブルーベリーを測る、あるいはその他のいろんな食品を測るという場合に実費をいただかない、その実費についての試算はまだやってません。だから牛乳だったら子供用の粉ミルク、明治が作った粉ミルクをいくらいただくのかというのはこれからなんです。それが2000円ではできないと、やるべきではないです。で本当は明治、森永、雪印、そういうところからやっぱりお金を出してもらって、あるいは出させてやるということになるんだ、まあ、彼らがやればいいんですけど、やってませんから。
わかりました。質問ありがとうございました。先生が試算してくださったところによると、まあ、ラッピー大体なんですけれども、1本の歯につき3万円ですね。少なく見積もって3万円ということでした。3万円ですって私も今日子供の歯3本持ってきたんですけどお願いするのどうしよう約10万ですね、はい、いやいやそれは無料でやるはい、はいはい、そうだあの、先にあちらの方が目だけていらっしゃったので、はい、私もやっていいですか、はい、はいお願いします。まず先生の方にお聞きしたいのは、スイスの方ではどのようなシステムで歯を乳歯を集められているのか、歯が集まらないと検査はできないと思うんですが、どのような仕組みでその先生のところに歯が集まるようになっているのかお聞きしています。So in Switzerland, how can you correct the big teeth? How did you ask mothers?Bring the baby teeth, your baby to your teeth. We do that in the system, like in Ukraine. Mm-hmm. These gentlemen are coming to the holiday system, mm-hmm. and they have medical survey checks, and they exchange the teeth against the wash. I understand. Oh, I understand. Okay.スイスの方の子供を子供から集めたわけではなくてウクライナからたまに来るんだそうでスイスにそのヘルスチェックアップというかその健康診断みたいなもののために、子供を連れて大人の人が来るんですけれどもその時にその抜けた歯を時計だとかちょっと高価なスイスのスイス の, その時計で有名ですよねそれとその子供の歯を交換してあげますよっていうことで。歯を集めてるっていうことでしょう。じゃあ検査されてる歯はスイス中の方の子供の歯ではなくてウクライナの方の子供の歯で。わかりました。ありがとうございます。あと母の方法の不定数の特権で具体的なことなんですけども解説っていうのはいつだったのかというのと所在地はどこなのかという母の測定室の解説がいつだったのか、もう始まったらこれから先になるかもしれない。解説はいつになるのか。ですね、全部揃ったのは今年の夏ぐらい。去年の9月か。今年じゃない。去年の夏ないし夏過ぎぐらいです。昨年18年の夏という。はい。所在は、岐阜市の南の端ぐらいのところですね。端ではない。僕はあまり岐阜の地理がよくわからない。岐阜駅のすぐそばです。岐阜駅のそば。はい、南です。JR の岐阜駅のすぐ南。いただいた名刺の住所でいいっていう。違います。違うんです。それはね、私の名刺です。はいはい。それはそれでいい。それでいいです。はい、わかりました。あと、すいません。あとその日本の方でその母の測定室にぜひ測定してほしいと思った方はどのようにしたら測定してもらえるのか郵送で送るのかとか、 なんかその仕組みが分かれば、はいはい、それはですね先ほど の受付のところにパンフレットを置いてあったと思うんですが縦長か横長かの、そこに送り先とそれから歯を入れるちっちゃな着付きのポリ袋とそれから、歯だけ送られてもしょうがないのでそのデータですねいつ抜けたもの、名前それからこういうものですこれがワンセットですでここにあることを全て書いて、まあ、個人で送っていただいても構いませんしそれからグループでまとめて送っていただいてもいいですしいずれにしても個人レベルでどんどん送っていただければ、大歓迎ですね。ありがとうございます。もう一点なんですが、母の測定室にある機械というの測定器っていうのはバーゼンにあるものと同じ。
基本的に同じですが、うちの方がちょっと新しくてちょっといいと思います。で、日本には他にはないんでしょうか？あの、あります。ありますが、ね、あの、非常に数が少ない。多分 10個はないですね。数個。それと、あの、特徴から言うと、あの、一つの引き出しに、あの、4検体測定できるようになってるんですけども、それが引き出しが4つあって16個一斉にワッと測定できます。で、それだけあの大量に同時測定できるのは、まあ多分 1,2 台しかないだろうと思います。もしご存知でしたらでいいんですが、あの、福島県の歯科医師会は東北大に送って、はい、検査するっていうのを長くやってるというふうに私の取材して、あ、すみません、私はフリーの記者なんですけども、あの、今日それで勉強がてらさせてもらいました。で、あと東北大の方にこの4年か5年で、ね、延べで6500本送ってるというふうに私は聞いてるんですけど、東北大の持ってる機械というのはあのどんなものなのか、そこで出る検査結果というのが信用できるのかって、まあ、ここで言っちゃいけないんですけど、そういうふうな思いもあるんですね。で、そういうことをもしご存知でしたら、大体同じ同等のものですとか、で、把握してないのかっていうのは。原理的には同じものですが、多分、あの、我々の方があのバックグラウンドが低い、つまりあの弱いものまで測定できるだろうと思います。あと、はい、東北大がどういう装置を持ってるかということについて、はい、私はあの正確に調べたことはありません、はい、ただ子どもたち一人一人の歯の測定値を出しているということは聞いておりません。発表データもあります。まだ、ね、発表してないんです。発表してないんです。集めて、ね、で数値を出してるだけで、そうです。発表はまだしてないです。スイスの場合はそれをやってきたわけで、バーゼルは。それで 0.5 グラムっていう、0.5 グラムの歯の重量ですが、それがやっぱり最低必要だと。それ以上少ないと値がやっぱり測定値がね、難しいっていうことは聞いておりますので、具体的に言うと子どもの前歯っていうのは非常に小さい。下、上も下もね、前歯一番前に生えてる切歯ですけど、これだとやっぱり4本は欲しい。そうすると 0.5 グラムぐらいになるんですね。だから奥歯、臼歯ですけども、奥歯だったら1本でもいい場合もあるが、これは 6年生、12歳ぐらいに抜けます。で、その頃になると歯も大きくなるんですが、1本か2本は欲しいということです。ですからあるやっぱり重量がないといけないということはありますし、でこの LB4200 っていうのが私たちの装置ですけど、これあの LB というのはローバックグラウンド、バックグラウンドの放射線というのは宇宙線も来ますし、あるいはこういうコンクリートの壁からも出てくるし、土からも来るという、そういう放射線を全部カットして、でそれを間違って測定しないようにする、でそういうまあ装置なんですね。で 歯から出た分だけを測定するように設計されているわけ。でこれがあの日本で使われて、子どもの歯の測定にね使われてるってことは今まで私が調べたことではないんです。ストロンジウム90を調べたデータはもちろんありますけどね、一人一人の子どもの測定をやったっていうのはありません。だから LB4200 っていう装置が何台かあるんでしょうけれど、何台かどっかにあるんでしょうけど、彼らは測定をしてないっていうのが、あの違う意見がどうも今から出そうです。いや、すいません。ごめんなさい。東北大がやってる仕事と母の仕事の違いは、あの母はとにかく個人個人、子どもたちの一人一人の 歯を特定して、そしてあの内部被曝量を測ろうというところが違ってます。それで測定器に関しては、その LB4200 と今、あの松井が言いましたけども、 LB4200 とまあ同等のローバックのカウンターを使って測定はしています。ただあの前処理があの別なあの化学処理の仕方をしているので、多分2週、最短でも3週間ぐらいかかるような方法でやっています。でうちはあのバーゼル あのマルクスさんの方法を習得してやることで、まあ、もともと歯にはあのストロンチウム90と、まあ、そのストロンチウム90があの放射線崩壊した後の次の核種ウトリウム90なんですけど、それとかもう事前あの一応放射平衡に達しているということで、そこからあの測定するということで、あの一応あの前処理が2日間
でやるっていうところが特徴です。ありがとうございます。ちょっと復習というか確認でなんですけど、もう一つちょっと追加ですけど、ね、これ引き出しが4つあります。でその一つを引っ張り出したのが右の写真ですけど、スイスでやってる方法は一つはね、本当にその測定器が正しくその微量のベータ線を検出してるかどうかを確かめるために基準になる宣言を一箇所使います。で他の3つでこれから調べたい資料のベータ線を測る。ですから12個の引き出しが4つありますから12検体同時にやるというのがスイスのやり方です。ですからあの検出器が全部で16あるんですけども、でその一つ一つが正しくデータを出してるかどうかというところまで今チェックしてやるというところなんですね。でそういうふうで、まあ、依頼が多くなればなるほどこの装置1台ではとっても対応しきれなくなって、次の装置をまた買わないといけないということになるかと思いますけれども、まあ、そんなふうでその精度、データの精度管理というのをどうやってきちんとやるかということに今一番まあ気を使ってやってるところです。ありがとうございます。最後ちょっと確認したい点が出たんですけども、先ほど胎児の時の2ヶ月から3ヶ月の時が一番影響が出やすいという話があったと思うんですが、それをこの奥歯を使おうと思うと12年待たなきゃいけないということになるんですか。抜けるまで待つってことですね。で事故からちょうど今8年でそろそろその事故の時胎児2月3月っていうのを経験している子たちが、まあ、どこか私は近いよくわからないんですけど、前歯とか抜け始める頃だから、その検査が非常にできる、そういうタイミングになっているということでよろしいでしょうか。ね、ありがとうございます。すみません。それから個人のデータが重要だっていうのを一応僕もスライドで言ったつもりだったんですけども、慌てて言ったんであまり強調してなかったような気もするんですが、ちょっと極論すれば、例えばある人が、2011年から20年経った時に骨腫瘍で非常に重篤な状態になってしまった。でこれは絶対自分では福島第一の事故のせいだと思って、で例えば国に賠償を請求したりしますけども、した場合でも証拠がないんですね、一般的には。ところがこれを測定しておけばこれこれの被曝量が、乳歯の測定から判明しているというのがおそらく一つの、まあその裁判の時の証拠にもなるだろうと。ということで僕はいろんな意見があると思うんですけど、僕は個人の内部被曝を図るというのはそういう意味合いもいくつかの理由の一つに、あると思ってます。今のに関連して、いや短く質問を受けた方がいいですね。新しい質問を受けろという声にすぐ横から出たんですが、一つだけ正確にするために申し上げたいと思うのは、ベータ線というのは体の中では数ミリメーター、ミリメーターしか否定がない、飛ばない。で、体の外にほとんど出てこない。ですから、ホールボディカウンターでは測れない。ですから、中にストロンチウム90があってもですね、体の中にあっても、ないというふうに判定されている。だから内部被曝ホルモンでカウンターで調べてるじゃないかというふうに官邸の方とかですね、 IAEA とか ICRP の人たちは言うんですが、それは嘘です。やっぱり体の中では、例えば言いたいことはこういうことです。赤血球の直径はどれくらいだと思いますか。8ミクロンです。8ミクロンメーター。リンパ球も似たようなものです。それぐらいの、だからミクロンというのは1000分の1ミリですから、4ミリベータ線が飛んでくれるといくつのリンパ球を貫きますかということを想像していたということが大事だと思うので、そういう世界です。それで骨の中には骨髄という組織があって、そこでリンパ球、白血球、赤血球などを作っているわけで、その元になる細胞がやられるわけですね。ですから白血病だとか、あるいは私自身が病んでる病気で骨髄異形成症候群です。でそこから白血病に移行するというのもあるんですよ。
これはご質問です。はい。元高校の物理の教師で、権利的なことをもう少し伺いたいなと思いまして、今、まあ、さっき出ていた装置の、ね、装置です、LBを、はい、あの装置で、歯が1本では測定できない、まあ最低で歯が 0.5 グラムは、はい、0.5 グラム、はい、でそういう限度は何によって決まるんですか。ああ、それから装置の限度、はい、でその装置は多分アルファ線とかベータ線を測定するので、測定ってどんな方法で、実際にそれの特定の反応は、上げることはどんなところが難しいのか、そういうのを少し伺えればと思います。それは物理的な部分とケミカルセパレーションの、ああ、はい、両方がお願いします。He's interested in mechanics to measure the sensitivity. いいんじゃないですか、そういう勉強か。Why the sensitivity of the lead is not too high?考えのございますとですね、要するにどれだけ観光できるかですね。バックグラウンドはだいたい1分に 0.35 ぐらい数えます。で、それより多く数えないと、まあ、それ以下ですね、絶対わからないです。まあ、2倍ぐらいあれば大抵データは出ます。でというのは、1人でも半減期がちゃんと65、6時間で出てる。いや、イトリムっていうのは要するに高いエネルギーの電子を出すもの、ストロンチウム自身はすごく低いエネルギー、測れません、直接は。で、そのストロンチウムが壊れるとイトリムができて、で、その短い時間で壊れてくれるから、確かにイトリウムから来た電子だってことが分かる。それを確認するために、イトリウムを科学的に抽出してるんです。で、その時の FCC、要するに、何グラム取れるかということが結局は例えば半分しか取れなかったら、そうすると元々あったそのカーブというよりも2倍したけど、そうするとたくさん汚染されていれば測れるんですけど、非常にギリギリ今の例えば 10mg/g カルシウムみたいなものでもちょっと難しいかもしれない。そんなようなことで重さが決まってるんです。0.5 グラムというのは本当、実際にできるかどうかはまだ確かめてません。実際にやってみた段階で2グラムあったら確かにどうも出そうだということは確認してるんですけど、ちょっと4分の1にしたときにどうなるかっていうのはまだちょっとよくわからない。そういうことです。多分マークさんも何か答えてくれると思う。それでよろしいでしょうか。すいません、先ほどのご質問、どうしてその0.、まあ、最低でも 0.5 グラムの、この歯がいるのかということですよね。そのセンシティビティのご質問でしたよね。先生によると、まあ、少なくとも 0.5 グラムっていうふうに先ほどおっしゃったんですけど、まあ、実際も2グラムぐらい必要だと。で、それが何でかっていうと、バックグラウンドが非常に高いからということですね。でそのまあ、自然放射線のバックグラウンドなんですけれども、なので、岐阜っていうのは地質的にもともとその自然放射線量が多いところなので、やっぱりスイスで測るよりはバックグラウンドが高くなってしまうと。だから、より多くの歯が必要なんだというふうにおっしゃいました。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
他にも何か質問、なんか全然違うことでもいいと思うんですけど、はい、あ、どうぞ。ちょっと今、マイクを紹介します。あ、どうしようか、喋れる。ちょっと抜けてたので、あ、質問は実施してしまったから申し訳ありません。すみません。すみません。2011年の家族なんですけれども、2011年の夏に急性心筋梗塞を起こしまして、まあ、あと10分遅れたら間に合わなかったのかなっていうのが、なんとか助かって救急車が呼ばれて、まあ、一応それでステント入れて、まあ、今もなんとか生活してるんですけど、その家族がちょうど2年後に歯を治療して、抜けた歯があるんですけど、乳歯じゃなくてもそういう場合も買っていただくことはできるんですか、内部被曝に。そしてちょうど2011年っていうのは、3.11 もそうです、その後の1週間もずっと、外の仕事をたまたま自動化の関係で外回りの仕事をしてほとんど外にいたんですよ。だから必ず内部被曝していると思われるんですけれども、そういう場合も測っていただくことができるのかどうか伺いたいです。多分年齢的なことがあって、おそらく倒れられた方はおいくつですか？今ちょっと69です、うん、でその意味でいくと、多分その何ですかね、歯の中に取り込む力っていう力でごめんなさい、そういうこと、ね、だから胎の時にすごく成長期っていうかね、一番の時に吸い込むので、その意味では測れば測れると思います。なぜかっていうと、体験核実験があった頃に、もしかしたらチェルノブイリ起源のストロンチウム90はまだ私たちの身の回りには環境中にありますし、それから食品の中にも微量でも含まれているので、それで論文なんかを読んでみますと、大体その食べ物の中に含まれているストロンチウムの90の濃度と、まあ、通常の骨ですけど、歯じゃないかと思うんですけど、椎骨って書いてあったと思うんですけど、そういうところのストロンチウム90の濃度は割と平行にあるというか、ほぼほぼ同じような数字にあるというふうに言われているので、もしご提供いただければうちで測られるかもしれませんけど、とても微量なので、はい、なかなか難しいレベルかなとは思いますが、でも提供してくだされば、はい、やります。ありがとうございます。すいません、また40ページなんですけれども、日本の子どもの乳歯ですね、50mmこれ平均って書いてありますけど、何名ぐらいなんでしょうか。それからウクライナなんですが、あ、すいません、最初の質問よろしいでしょうか。一つずつの質問でよろしいですか。すいません。 So the question is about how many teeth were measured for this level? How many teeth?36のところに日本の子どもたちの入試測定結果中に段があって、196ページに書いてある。36ページの今日の合計でトータル196回です。分かりました。それからそうするとウクライナなんですけれども、マイクでお願いします。マイク、ウクライナなんですけれども、ウクライナってマストロンチューブすごく広がっていると思うんですが、それで日本よりも少ないですよね、これだと。で、こう次の ECRR の同数でウクライナの場合1ミリシーベルトってなってて、日本は50で 0.5 ミリシーベルト、このところがどうなってるんですか。ウクライナはちょっとウクライナはこれ今測ってるんですか。今測ってるのは
今の子供はいつ頃の子供？2011年当時のウクライナの子供。そうですね。2011年以前に生まれた子供。と日本の方が汚れてるっていうことになると、怒られて、すいません、ちょっと先ほども言ったんですが、めちゃくちゃ強い時ははっきり差が出て、強い弱い中くらいってはっきり分かるんです。だけどこういう弱い測定の場合は、例えば個人の間に差もありますし、それがどういう理由か分からないけども差がありますし、それから測定誤差も大きいし、なので例えば50% 違うからこっちの方が強い、こっちの方が弱いということは、まあ数値から言えばそうなんですけども、そういうことがなかなか言い切れない、放射、弱い放射線物質の測定の場合は。ですから必ず誤差をつけて評価をするんですが、それでもそのはっきりした差は分かんないです。だから50と35だから日本の子どもの方が、強いとかウクライナの方が弱いというのは言い切れないんですね。それはスイスと日本だと5倍ですから、まあそれは、その数値から言う限りは多少差はあるだろうということは言えるんですけども、その辺は非常に数値だけ一人歩きするとちょっとまずいですね。ですね、先生がお答えになったことによると、このウクライナのデータは、1981年から1987年のいずれかの年で、1981から87までのいずれかの年で、なので、ちょっと今確実な、データを覚えてないので、この後で確認する必要があるというふうにおっしゃってました。で、その事故というのはチェルノブイリですか？チェルノブイリ、そうですね。初回してきた子だから同じこと。大きい子たちはもう柔軟性の1歳過ぎた子たち、1歳過ぎた子たちの歯から初回してきて歯が抜けたんです。そういう話ですね。はい、よろしいでしょうか？はい、質問ありました。ちょっとアイコを運びます。エナメルスとゾーベスと中に歯髄って神経がありますから、でも中身が違うんですけども、一番変化がないのが外側のエナメルス。これができるのが体制も1週間から3週間ぐらいからでき始めてて、もう大体のそのまま生まれる頃に大体できてるんですよ、ほとんど。ですから一番そこの物質してそこができたところはですね、全く変化ないんじゃないんですけども、普通の歯、骨もですね、新陳代謝するんです、必ず。で、乳歯の選べる質は一番近い組織なんですよ。ですからそこに取り込まれた、ストロンチウム90がいつでも測れるっていうところの違いがあるということで、そういう意味ではですね、いつその時に被曝量が多いか、生まれた頃なのか、あるいはお母さんのお腹にいた頃なのかによって、その子によっても出てくるのは違うんですけども、じゃあその人がその後はですね、生活した中でいろいろ被曝したりなんかする、食べたりするじゃないですか。それがそのまんまパラレルに入るわけじゃないんですよ。ですからそれだけ見てね、全身にどれだけ出たっていうことは言えないと思います。ただいつ時期の頃にこの乳歯でしたら生まれた日が分かりますよね。ただその前後でどれぐらいの乳歯、その頃に入ったかがその子に対しては分かる。でその生活的に言うと、その家族は大体同じ生活してるわけですよ。 お父さんも母さんも兄弟も。ですが一人の人が分かると、そのお子さんの生まれたその時期によってどれぐらいの量多いか少ないか、中ぐらいかっていう大きなパターンが見えますので、大変接種ストレンチウム90に変えていれば、取り込まれたっていうのが分かるっていうだけであって、絶対量が分かるっていうふうにはそれは計算はもうできないと思います。分かりますか？
それからがんリスクを計算してるじゃないですか。あれがちょっとよく分かんないです。ですから、あくまでもそこら辺に関しては、疫学的なところでの判断に寄せないといけないし、どうかというとストロンチウムだけで全ての量が分かるんじゃなくして、ストロンチウムが外に出てくるとか、全体1とか言ったりするってされたことがありますよね。だから例えばストロンチウム1が出たらば、セシウムは1000上げてたというか、ね、でもその時測るときは体内に行ってセシウムは外に出て、生物学的にはもう80日で出ていっちゃい、半分出ていっちゃいますので、だけどそれは計算、そういう面では全体のやつを計算していこうということは、類推はある程度はできると思います。そういう意味合いで、だからそのいつ生まれたの、たのかとか、そういう意味合いでいっぱいの数が必要なんですよね。本当に調べるとして、そういう中で分類していくので、していくと、この頃に生まれたこの地域の人はこれぐらい入ってるだろうということが推測できる。というふうなことで今、その球状を調べるというのはですね、ものすごく重要な証拠になるということで、そしていろんなところに疫学的につながるから、単純にそれで、その人のがんとの発生が起こるというふうには言えない。言えないけれども、ない人と比べれば、そういうことは分かるということですね。多いグループと少ないグループはまた分かるということですね。ですね、先ほどのご質問なんですけれども、乳歯と骨によって取り込まれるストロンチウムの量が、ストロンチウムが取り込まれるメカニズムに違いがあるかどうかということなんですけれども、まず、そこについては、少々違いがあると。乳歯については、母親のお腹の中にいるときに、母親の体を介して取り込まれるのが困る。骨についてはそうではない、というところがあって。ちょっと違うということですね。で、ちょっと違うんですけれども、計算することができて、その乳歯の中のストロンチウムの量から、ホールボディの、つまり全身の、被曝量というのを計算することができるということです。あ、先生、そしたらちょっと関連してって感じなんですけど、10番の移動がありますよね。はい、スイスにも効果物が襲いかかるという表ですけれど、これの一番下にミルクティースと、バーテブラというのが一番下にちょっ と,、左のメモリをこう変えた感じで一番下にありますけど、これ乳歯と、骨髄、背骨、髄骨ですよね。椎骨、脊髄で、このグラフを見ると、グラムあたりのカルシウムに含まれるストロンチウム90の含有量っていうのが、同じように含まれているっていうふうに見えるんですけれども、そういうメカニズムなのかということと、この椎骨骨はこれは何を測ったものなんでしょうか。すみません、ご質問確認させていただきたいんですけれども、これ乳歯とこの、マイク、ごめんなさい、ありがとうございます。乳歯とバーテブラに含まれるのが同じくらいのレベル、グラフが重なってますよね、はい、どんどん、はい、それが、その取り込みの際のメカニズムによるものなのか、そういうふうに、だから乳歯と骨に同じように含まれているっていうのはこのグラフから見えるんですが、はい、っていうことと、この骨は何なんでしょう。This doctor, and she is interested in which part of the bone is it? Okay, so the vertebra is from here, right? So this is the head and hands and legs. Normally, it's from the ribs. Oh, yes. I don't know which I don't know.Est-ce que vous avez is similar to this.
バーティブラがついてます。このデータは先生が実際に実験されたものではないので、はっきりとしたことはわからないんですけれども、大体こういった実験においては、ここら辺の、胸のあたりに。で、はい。胸のあたり、肋骨のあたり。バーテブラは、脊椎、ここら辺に肋骨じゃなくて、背骨です。バーテブラはそうなんですけど、はい、なんか、はい、このデータと、このデータはバーテブラなんですけど、先生がおっしゃるのは、そうです。それは、はい、そうです。だから人間の骨をどうやって測るんだろうと思ったんだけど、大丈夫だと思って。あ、そういうことですね。これ死体でしょ。いや、死体とあとは、病気で特別に そう取り出す。でもこれ、歯のデータとこの骨のデータが重なってるというのはとっても大事なことですよね。立ち上がりだけ違うんだけどね。最初は何か違う。最初はスタートポイントが違う。立ち上がりに時間かかるからじゃない。スタートポイント。ただ歯は50年に始めたけど、その骨の方は60年、10年遅れでしょ。10年遅れだったらここから始まるステップ、ここから、もし同じだったら、ああ、そういう意味か。ちょっと取り込むメカニズムに最初は違いがあるだろうけども、安定になったら同じということかもしれませんね。そうすると入手を分かれば、先ほどの質問にもあったことが正当化されるかもしれません。入手をかかれば骨もほぼ同じ値になる。ラグが意味があるかもしれないね。逆にメカニズムを探るために、10年ぐらいのラグがありますからね、それから股関節を手術した人 の、関節を上げてもいいよという人も言いました。うちの母親も股関節をそういうのは可能かもしれません。Yes, of course. So it's from there. So that was definitely yes. Sure, sure. 一つ訂正いただきまして、バーティブラはおっしゃる通り背骨で、先生にも確認したらやっぱり背骨からで、亡くなられた方のものを取っていることでした。時間がちょっともうなくなってきたので、私は岐阜で入試保存ネットワークの事務局の仕事を持ってる松井と申しますが、ちょっとこの前この今日の講演会の前に岐阜市で24日の日に同じようにマルクスさんにお話をしていただきました。でそこで感想やらいろいろ後から電話やらメールが来たんですが、普通のお母さんたちが一番思ったこと、びっくりしたことは、今日の皆さんも多分同じだった方が多かったんではないかと思うんですが、日本の子どもたちの乳歯を調べたら、ストロンチウムがスイスの子たちより高く出た、そのことだったんですね。でそれも 3.11 以前に生まれた子たちの歯なのに、なんでストロンチウムがあるんですかっていう後からの電話も入りました。でそのことが一番驚きで、まだ疑問だっていう話だったんですが、今日私今日の皆さんのお話も聞いてて、いろんなことを考えて、私自身がスイスのバーゼルに2013年から歯を持ってお願いしに行ったりした中で、私自身も日本の子はこんなにストロンチウムの90を抱えてるんだ、私自身もそうなんだっていうことに気づかされたんです。それは本当にマルクスさんたちスイスのその人たちに感謝したいな、そのことを気づかせてくれた、自分たちの環境がどうなってるかを気づかせてくれた、本当にありがたいことだったというふうに感謝しております。それでこれから私たちはどうしたらいいかってことが一番問題なんだと思います。で今日時間が短いですが、
本当に私たちも未知の中を探りながら、あの機械も手に入れ、測定の仕方も今ずっと検証あのしながら実験しながらやってるわけなんです。で、あのこのデータをたくさん手に入れるには、日本中から来ております。北海道から沖縄まで日本中の子が歯が送られてきていますが、まだまだ少ないです。だからたくさんの歯を本当に集めて送っていた提供していただいて、そして私たちがこの運動取り組みを進めていくことが、これから生きていく子どもたちのために本当に役に立つことだと思いますし、そうする責任もあるし、そうしなければならないということを強く感じております。だからこれからどうしていくかということを、残った時間であの皆さんで話をしていただけたらなというのが、あの私の事務局でやっていて、あのなかなか至らないんですけれど、一番の願いです。ぜひお願いします。どのようにしてこれから、はい、有志を集めていくかということについて皆さんのご意見ですけど、福島の葉のことを、福島の歯がどうなんですかということもよく聞かれるんですね。で、私は全国の子どもたちのことがやっぱり一番必要ですと、福島だけじゃありませんってお話ししてるんですが、福島の歯がやっぱり送られてくるのがだんだん少なくなってきてます、3年ぐらい前からっていうのを、私それを見るたびに、福島に、住んでいるお母さんたち、お父さんたちの胸の内を本当に強く痛みを感じます。あの何ともこう足を踏み出せない、物も言えない、その辛さを感じているところです。でもそれじゃなくって、やっぱり一歩前に出よう、本当に負けてはいけないっていうことを皆さん本当に自分の地域で伝えていってほしいなっていう、作っていってほしいなっていうふうに思います。アイデアとかご意見、仕組みについてと思いますけれども、今はちなみにどのように声をかけていらっしゃるのか。いや、現状正直に言うと、歯の集まりは僕は足りないと思います。なのでどうにかしてどっとこう増えるようなことを考えなきゃいけなくて、それは本当にそうです。で、それから先ほど司会から紹介のあったその土壌調査の読み解き集の記述の問題でも、地元の測定場が大体審議になって書いて、それから編集担当がいろいろ直してということをしたんですが、やっぱり汚染がひどいところほど書き方はすごくマイルドになっていて、非常に慎重になってますね。でそれをなんとかもうちょっとで、批判のレベルも上げながら書こうというふうな提案をしつつ、でもやっぱりよく来てたから使い方で議論する羽目になったりしました。要するにやっぱ汚染が深刻なところほど、それからそこで住んでる人ほど、その実態をこう明らかにしようという時にやっぱり瞬時にするっていうことがたくさんあって、なので歯もやっぱり集まらないのはそういうのがあるんですね。だからそのバリアをどうやって突破して、ちゃんとしたデータを取っていく、そのためにやっぱ歯をというのをたくさん集めるって言いますね。そこは今日集まった皆さんにアイデアをお貸しいただきたい、し、それからやっぱどうやって集めるか、集めるのにも協力していただきたいというふうに思います。ですね、先ほどご紹介した本の中、本も、福島県の土が一番集まりづらかくてですね、一般の方に呼びかけて土を採取するようにしてたんですけれども、一般の方の参加が一番なくて、最終的には福島の測定所のスタッフが、大晦日とか正月も含めて福島県中を駆け回ってですね、集めた割合が一番高かったです。もちろん何人かはご参加いただきましたけれども、そういう意味でも非常に難しい問題だなというふうに今思いますが、例えば子ど検査とかで福島とかでも本売ってたり
なんか呼びかけとか雑誌出てきたりとかしますか。すいません、孤独犬という雑誌を作ってですね、福島で配布しているした雑誌です。で、今11号まで出てるんですけれど、はい、あの3号には松井さんにあのかなりのボリュームの記事を書いていただいて、で福島で配布をしています。だけどやっぱりあのこの間もあの子ども全国ネットでね、あの若い震災後に赤ちゃんが生まれたっていう人が、当時は自分はもう本当あのワーコリックであの何も気にしないで働いていたけど、その後あのここ数年の間に出産をして、突然ちっちゃい赤ちゃんを持つようになったら、あの放射能ってどうなってるのかしらって言ってにわかに心配になったっていう若いお母さんっていうのがいるんですよね。それでだから例えばそういう人たちとかには全然届いてないなっていうふうにあの私たちも思わされました。それでやっぱりあのちょっとでも気にしていると、子どもさんの歯はあの投げないで取ってるって言ってるお母さんたちも結構いるんですよね。だから埋蔵されている乳歯が結構あるじゃん。とってはあるけど送らないでます。そうそうそう。なのでちょっとあの送るっていうあの何か働きかけがあると結構集まるのかなというふうにも思いました。なのであの私たちもあのこれから心をして、皆さん送ってくださるように働きかけていきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、あ、さやさんお願いします。新宿代々木市民測定所の布施谷と申します。うちはあのゲルマが2台あるもんですから、尿測定をずっと中心にやってきて、今まで1500件ぐらいあの尿の測定をしておりますけれども、この間タラチネ、さっき話題に出ましたタラチネの尿を測り出してから、例えばあの歩容に50人行くとしたら歩容の前後で100検体を1人で測っているので相当きついことになっておりますが、タラチネでタラチネクリニックで入試を呼びかけていらっしゃるのかどうか、タラチネで呼びかけたらすごく集まるんじゃないかなっていう感じはいたします。それであの本当についてで申し訳ないんですけど、尿測定から内部被曝を考えているようなことを先生の研究所でやられているかどうか、ちょっと離れて申し訳ないんですけど、あのそういう資料か何かあったら後でいいので個人的に教えていただければと思いました。She has interested in the information in urine. And do you have any information about urine and alcohol?そう、こんにちは。千葉県の松戸市から参りました、関東子ども健康調査支援基金という、関東の汚染地域で子どもたちの甲状腺のエコー検査をしている団体の共同代表をしております木本と申します。私どもの、団体は、福島県の事故の時に18歳以下だった、方たちを対象とし優先として、エコー検査機を、寄付で1台買ったものを持ち回りで関東の汚染地域、栃木、茨城、千葉、埼玉、あと神奈川もあるんですけれども、そこの、市民団体さんと協力して子どもたちのエコー検査を毎月ほとんど、2日から4日間土日を使って、ボランティアのお医者さんとボランティアスタッフと一緒に、やってきています。でその、もうすでにですね2013年の秋にあの団体立ち上げてから丸5年が経ちまして、年間だいたい1500人から2000人 の, あのお子さんをあの見てきたんですけれども、すで、に、9000人を超える受診者がおります。延べ人数です。その場ではやはりあのこの乳歯保存はあのずっと前からもう話題にはなってまして、ただあの乳歯保存プロジェクトだった段階ではまだ検査機関がなかったので、去年もあの母測定所が開設したということはあの聞いてはいて、もう早いところではこれを7月に去年の7月にもこれをあの検査会場に置いた団体もあったんですけれども、子どもたちが来る場所ですので歯を集めるということは可能かなというふうに
考えております。で非常にそのストロンチウムの含有量を調べていくというのはとても重要なことだということは承知しているところなんですが、私たちは母親たちと対峙をしてエコー検査の結果もお話しする立場にあるんですが、乳歯保存、乳歯をストロンチウムを測るということにおいてはただ送る、ただ測定結果が何ベクレルパーグラムカルシウムっていうんですかね、この単位がまた難しいですけれども送ってその数字だけが出るのでは母親たちっていうのはもう不安が増大する一方といいますか、じゃあその出た結果というのが果たして被曝をしているためにその数値が検出されているのか、あるいはその事故前からも日本にはもともとストロンチウムがあったんだ、だからこの今出ている数値というのは事故前と変わらないのかどうか、変わらないんだっていう、あるいはそのそういうですね評価っていうんでしょうか、そういうものがはっきりとやっぱり知りたいじゃないかなと思います。それが検査結果の数値と一緒にあることで母親たちはやっぱり前を向いて歩きたいし、子供にもそれを知らせるとしたらじゃあ食べ物をどう気をつけるかっていうことも含めてその評価の基準といいますか、今あるこの今日の示された、資料の中では19ページのそのミルクティー数が核実験の前と言っていいですかね、1950年代前半には0.02 とか3とかなんでしょうか、非常に低い値であって、それが核実験がスタートすると上がっていくと、なのでその核実験の前の段階の数値が事故がなかった時の数値というふうに比較していいのか、ちょっとその辺の判断もつかないんですが、そういう評価基準みたいなものがないあることが乳歯保存にその乳歯を送る動機に随分関わってくるんじゃないかなと思います。で、なのでそれが一つ、提案なんですけれども、もう一つはそのさっき最初の方が聞かれたようにこれをじゃあこのその検査の場に置いた時にですね下処理に2日間、測定に3、4日ということなんですが、結果が本人に戻ってくるまでにどれくらいの日数が要されるのか、あとそのそうですね、条件っていうんですか、さっき 0.5 グラム以上っていうことだったんですけれども、一人の子でも何本も抜けるんで、条件ですね、どのくらい、条件はさっき聞いたのか、2グラムは絶対必要あった方がいいっていうことですよね。 0.5 グラム、じゃあ日数的な流れ的なものをちょっと教えていただければと思うんですが、どのぐらいかかるかは現在始めたばかりでまだ私も皮膚でどのぐらいかかるかっていうのははっきり申し上げることができないんですが、今までスイスで測った分についてはご本人が返してほしいっておっしゃってる記録カードのオブテムラウカードがあるんですが、ここに自分の手元に結果を知らせてほしいかどうか、それからそれを分析、研究分析に使うのに使ってもいいかどうかという同意を書く欄があるんです。でそれで書いていただいた方にはお宅のお子さんの歯はこれだけの値が出ましたってことは伝えております。その場合に確かに大変不安になりますので、日本に置かれている現状だとか、それからこの値はどのぐらいのことを表すかっていうのようなそういう資料もつけて、そして少し高いこれからの生活、食べ物に気をつけるとか、そういう生活のことも合わせて添えて今までは送ってあります。でこれから日本で測定する場合のことについてはもう少ししないとどのぐらいの期間で測定できるかっていうのがまだきちんとなっておりませんので、間もなくだと思いますが、そういうのははっきりしてくると思いますので、またお知らせしていきたいなと思います。
私はまあ医者の職人ですので、あの岐阜に近いところの子どもさんは子どもさんの顔を見ながら結果をお話しするようにできたらいいなと思ってますし、あの全国的には今日は、医者はあんまりここにいらっしゃらないかもしれないんですけど、なんか関東にも何人か一緒にやろう、あるいは九州、あるいは広島、いろんなところに協力、新潟からいらっしゃってる、ね、あのドクターもいらっしゃいますけど、そういう全国各地でその結果を説明していただく、医者だけじゃなくてですね、保健師さんとか看護師さんとか、そういう医療関係の人間が協力してくれるということが、もしね、実現したら大きいと思いますね。でそれと同時に、医者だけじゃなくて、あの学校の先生とか、あるいは保育士さんですか、こういう方たちとか、そういう人たちの、まあ、子どもと縁の深い方がやっぱり、子どもの顔を見ながら説明をします。それが一つ必要なことだと思ってます。ただ機械的に結果を送りつけるだけじゃなくて、やっぱり顔を見ながら話をする。それが一つだと思いますし、もう一つはあれですよね、やっぱり測定結果についてのやっぱりまとめをですね、やっぱりどうしていくかってことが非常に大きな、でどれぐらいの期間で返していただけるんですかっていうのは、一人一人の子供にはもう結果が出たらすぐ結果についてお知らせと、もしご希望があれば相談日を決めてお題に来ていただく。それでもう一つ、値が高かった子どもさんがもしいたとしたら、やっぱり必要なことはやっぱり病気にならないように、病気で命を奪われないように、変身です、変身をどうしたらいいか、これは全国ですでにいろいろ活動していらっしゃる方の I make myself calculations, but I found in literature about the way the child. 私は大人の検診、肺がんを装備について、肺がんで知らないようにする検診はなかなかしてきた。No, not the calculation. No, it's so simple. 早期発見ですね。病気を早く見つけて、早く治せば命に関わらないということがあります。そのための検診をどうしたら、どういうふうに組み立てたらいいかということが重要だと。それでの治療を集めないといけない。Yeah, I don't know other way to do it for the moment. Because I'm not a radiologist, a specialist. 白血病になるかもしれないっていうことがストロンチームでは心配されていることかなと思うんですけど、白血病になったお子さんとそのストロンチウム90の測定値との相関っていうのは、先ほど質問された方もありましたけど、今スイスではないっていうことをやってない、わからない。ありがとうございます。すいません、先ほど その乳歯から全身への暴露の、量を試算する、ための情報みたいな教科書みたいなのがスイスにあるかどうかというご質問に対する回答なんですけれども、先生はご自分でそういった方法を確立されたらしいです。なので教科書みたいなのはスイスにはないと。論文とか読むと何か見つかるかもしれないんですけれども、はい、私は藤井のが始めた乳歯を保存するプロジェクトを事務局長しています川島と申します。先ほど木本さんも話していたように、うちもまだ中学生の子供がいるので、数値がどういうことを表しているのかということは、将来分かるようになるとすごく嬉しいなと思います。松戸市ではつい先週未来フェスタっていう市民活動のフェスタがありまして、で毎年やっているんですけれども、そこでこの乳歯を集めるっていうリーフレットをいつも配っているんですけれども、松戸市は放射能ホットスポットとなってすごく放射能が高いにもかかわらず、もう全然関心がないというか、分かる人も全然なくて、それでもどうにかこう伝え続けてきたんですけれども、今年は岐阜に検査場ができたということを一言添えてリーフレットを配ったんですけれども、そうするとそうなんだって言って立ち止まる人がすごく多くて、
実はみんなは関心はなくはない、耳をそらしているけれども気にはしているということがよく分かりました。なのでこの検査場を作っていただいたことを本当にありがたく思っていますし、私たちがこので測れるようになったということを広く伝えていかなくちゃいけないなということをつい最近思いました。どうもありがとうございました。検査結果とそれからあと医学的な全身との関わり、これを知りたい、本当にこれが一番大事なことなんですよ。ですけども今までをね、それが出されてないというかサボられてたというか隠蔽された、あるいはねじ曲げられて使われるというかね、今回の福島もそうですけども、だからそれが本当に正確なものが出るように本当に努力、皆さんと共に作っていこうっていうのが今回の取り組みの中に一つ大事な視点があるんです。ですけどもこれ言いますけども簡単じゃないんです。もう2年3年で出ようと思ったらとてもじゃないけど出ません。もう5年10年でも出ません。多分ねコツコツは出ますよ。だけど決定的なところで言うためには30年、50年、場合によっては100年前走をしないとこの結果はね、本当には伝わりきれないかと思うぐらいの長い戦いをしなきゃいけないんです。ですけどもそれの一番大事なのは正確なデータを手に入れるということなんですね。私たち自身が国が持ってそれは誰かがうまく利用するとか隠蔽するではなくして、それがこのプロジェクトの一番大事な出発点で、しかも調べる拠点を確保したっていうことだからですね、本当に誇りを持って提起ができる。ただこれ本当に活用できるかどうかはこれからです、っていうのは何か先ほどちょっと言われましたけど入試が提供してもらわなきゃ何も役に立たなくてできないんですよ。まずはで分析運動っていうのはそれからなんですよね。ですからとにかく入試を提供してもらう、これはどうしたらいいか。先ほど今入試をあらかしお母さんは、捨てないで保存してます、保存されてるんですよ。ですけどもその人たちは何でか記念のために保存されてるの、お子さんが大事です。で一人っ子と二人っ子でしょ、みんな大事になってるから入試も保存されるけども、これを提供してくださいと拒否される、嫌がられるんですよね。でそれはなぜか、これが本当のお子さんのために役に立つんですよという、啓蒙がきっちり伝わってないということです。ですけども保存されてるって言ったらものすごい大事なんです。ちゃんとした伝えられればね、いつかあれお子さんが病気になられた時に提供されるし使われる。だからそういうことを含めてですね、今までは先ほどもありますが日本の大切な文化は入試が、ね、抜けたら下の歯は屋根の上、上の歯は縁の下、これは健康な歯が生えてくれることで子供の健康を願った日本の大切な文化じゃないですか。これはみんな知ってますから、ね、ですけどこれからはですね、入試を保存するのが本当の子供のための子供のネット本業のための大事な文化だよということを徹底してまずしてもらうということと、それをマスコミを通じてやってもらうのが大事なんです。で、こういった形も本当に久しぶりなんです。しかも入試をっていうことで、過去に何回かやりましたけども、やっぱりこれ続けるのは難しかったけど、今回はこれ本当にできるんです。ですからこれとですね、そして私は実は保健協会というところに所属してます。医師と歯科医師が、10万人います。で今回もですね、パンフレット配りましたね。この中でね、18、それじゃなくてですね、今日のビラの方ですね、そこの賛同する団体名にですね、保健協会の名前がいっぱい出てきました。そこのところとかですね、本気になってもらえれば入試とか、あるいは病気との関わりをこれから本当に調べる母体にもなってくれるんじゃないかと思って、本当に今回一つ大きな会社をしてるんですけども、だからそういうところに対しても皆さんがいろんな形で運動されてることがですね後押しになる。で、今日一人だけをちょっと紹介してここにいらっしゃるですね、滝川雄一君、この方はですね、子供の科学、子供に科学をですね、勉強法を嫌いじゃなくて、興味を持ってもらいたい、
あの、有名な伝次郎さんとか、いいじゃないですか、あの親玉です、それを組織されてるんですね、もう、そうやっていろんなところで、もう本当にいろんなことをやってるんで、面白い実験とか、子供さんが分かる、だからそういうところの中学生方がですね、子供にも興味を持って理解してもらうという、いろんなところがですね、あの、してもらうことによって、つながっていくんじゃないかと。そういうことでのですね、あの運動をぜひこれから今日はしゃべってみていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。では、もう時間になってしまいましたので、一応まだこちらにあの歯の袋とパンフレットがございますので、もし必要な方がいれば、事務局にお声掛けください。で、最後 の、 あの終わりの言葉をそうしましたら、今日名古屋からいらっしゃった先生がいらっしゃるということで、はい、あの調整所に関わってですね、あの私物理学者だもんですから、あのいろいろそのディテクターがどういうふうに動くかということで調整をやってきました。で、あのそのグラウンドをこうあのちゃんと測って、そしてリミットがですね、なるべく低く、だから少ない派でもあの測定できるような形で努力したいと思っています。ご協力をお願いいたします。ありがとうございます。そしたら最後に、はい、マルクス先生から一言だ、あの今日の会についてのクロージングスピーチ、プリーズ。So I am very glad to have been invited here, and you are very interested in this matter of radiation. And ここで、あのプレゼンするか、皆さんにご紹介することができて大変嬉しいです。また皆さんがあの先生の研究にすごく興味を持っていらっしゃることが非常に嬉しい。And I wish you all the best, especially for HaHa. I have had much success, and then follow on, and then we keep on with working. And very much, thank you very much. 母の活動も本当に素晴らしいので、今後もぜひ続けてくださいということでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、はい、以上をもちまして、本日のプログラムは